ん？デイリーはフックで助けるやから自分がやられてる場合じゃないのよな。あれ、それ打つわ。ちょっと。ん？あ、あるある。うん。それでも。え、これ3人で始まるの？それももちろん回、あ、3人で始まります。それもちろん回線状況が悪い時もあるんですけど、あのね、チート使ってる人がチートあの検出ツールで弾かれた場合もそんな感じの聞き方するんですよ。なるほど。分からんねんけどって感じ。あ、もしかしてって思う時が結構ありますね。うん、いやじゃあそこで3人でやるしかないんやな。ただ一人落ちの場合、発電機の目標数マイナス1ですよ。ああそっかそっか、なるほどな。そうそうそう、残り4つ、うん、で3人4つは結構勝てます。へえ、そうなんやね。結構が、ただ2人落ちは無理。うん、2人落ちはマジで無理。2人3つ、まあそうやな、回せないもんな、その釣りを。そう、2人っていう時点でもう1人釣られたら終わりなんで。終わりやね。ああ、そう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 、なるほどな。3人の時はもう絶対に最初に見つかったらダメですね。かなりの確率で死ぬので。はい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 、分かった。でももう発電機ギター直すか。あ、でも直さん方がいいんかな。じゃあそうっすね、まあレッチとかちょっと、ただちょっと発電機の場所を探しとくかな。こことここにあるなみたいな当てつけながら探して、心音聞こえてきたらすぐ隠れるぐらいな感じで。おーおー、いきなりや。うわー、 あでも見つかってなかったのかな今の。あー、まあでも遅かれ早かれその位置やったら見つかってますね。ああ、あれ見つかってないのかな。でもなんか、うん、見つかってないの今の。あ、走りまでしたのに。すげえ浮かつやなそれ。うん、まあまあランク20ですから。今の判断はでも間違ってないと思います。あ、走っていいってこと。そうそうそう、うん、あの状況、いや見つかってないかもって判断していったら、まあ、うん、もし見つかった場合ゼロ距離からスタートなんで。そうやね。そうそう、さすがにちょっと、まあ逆に向こう行ってくれたから、じゃあこっちから来たから、この辺に。そうそうそう、そうそう、その発想は正しい。うん、あ、ちょっと待ってください、今右側の裏ぐらいになんか光ってるとってもなかった。気のせい。そう、右側の裏、そこの左、今の画面って左。あ、ほんまやるわ。お、そうでしょ、これでルインが。うん、やべ、あ、来てる。神の興奮ついてるんで離れてください。はい、うん、この建物行くか。いや、これきついな。ハントレスはね、他の鬼の10倍後ろ見なきゃいけない鬼なんですよ。ああ、そっか、斧を投げてくるもんね。そう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 、うん、まあ、なんか斧を振り上げた時になんかうなり声聞こえるんで、それを目標に、もう目安にしてもいいんですけど。なるほど。窓枠越えたりとか、斧が来る、うん、板倒したりとか、うん、ああ、やっぱりああ、うん、その時が一番危ないので、あのナースと同じく車線切る動き、障害物を縦にして逃げる動き大事なのと、あと、窓枠越える時と板倒す時が一番狙われるんで。なるほどな。板倒さん方がいいんかね。どうなんやろ。倒さん方がいい。ああ、やっぱそうなんやな。ハントレス倒さん方がいいし。そうかそうか。なんやったら板倒すふりして、ハントレスが、あ、板倒しよるこいつと思って斧振り上げたのを見て、あのわざと倒さず走り抜けたりとか。ああ、そしたらハントレスももう投げるの諦めざるを得ないので。はいはいはい、ちょっと、あの隙ができた。あと、あの、あれ、なんで4人見えんの。あれ、あ、し、うん、あ、そうか、ちょっと下に入ってたんやね。うん、あ、ほんま、え、あれ、うん、俺、左、ちょっと左下全然見れてなかったんけど、うん、一人、お前キュッて入ってきたんか、これ。うん、いや、そんなシステムはないので、落ちたと思った人が落ちてなかったんか。落ちなかったんか、なるほど。よし、ありがてえ、ありがてえ、ありがてえ。で、向こうおるから直してもらおうかな。うん、うん、そうですね。うん、でも、どっちにしろ僕はもう、あの、どんな事情があっても基本的にフックからは離れることをお勧めします。うん、ああ、そうなんやね。僕はもう、あの、釣られた時フックの下で治療されるするは絶対にしないです。ああ、そうなんや。ここはしない。この状況やったとしてもちょっと離れて、あの、もう10メーター、20メーターぐらい、やや離れて。はい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 。っていうふうにします。ね、まあ、あの、鬼って情報量が勝負みたいな。うん。そうやね、ゲームなので、鬼の数少ない最後にサバイバーがいた1っていうのを向こうに特定されてるっていう結構やばい状況なので。歌聞こえる。ちょっとこれ、うん、これだけ欲しい。なんかくれ。よし、こぶ。まあまあ、歌聞こえる。どうなんやろな。ハントレスの歌はでも範囲すごく広いので、別にそんなに心音聞こえるまでは一旦、あ、誰か切られたし、まあとりあえず直すか。サバイバーでし、もうハントレスの心音聞こえたら相当近くにいます。ちょっと一旦でも
切られてるし、うん、このままいくか。逆にハントレスで心音聞こえたらやばいですよ。なるほど。それ多分フックに釣ったら離れた方がいいですよ、もう。ん、はい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 、見たらよし、オッケー。釣るまではいいんですけど、フックに釣ったら確認したらもう離れた方がいいです、うん、なるほどな。で、ちょっと別のとこ知る、僕もこっちの場所知ってるんで。そうやね、うん、で、来るもんな。そうやんな、やっぱそう、手がかりがないから結局ああいう爆発が起こったとこに行くよね。そうそう、絶対行きます。やってみて分かったけど、そうそうそう、ないんやからそこ行くよね。、うん、それはもう、あの、もしかしたら来ないかもって発想絶対やめた方がいいです。そうやんね、そうしかないもんな。もそれはもう来てもしゃ、もう来てもしゃあないっていうつもりでやるならいいんですけど。うん、あれ歌、あー、まあ歌は、いや、来てる。いや、歌聞こえても基本離れた方がいいですよ。あ、そうなんやね。ハントレスって歌の範囲が普通の心音よりの 1.3 倍ぐらい広いんですよ。誰か切られた。ちょっと待ってな。助けに行こうかな、一応。うん。もう一人行ってるかどうか分かんないけど。行った方がいいですね。てか、後ろにいましたよ、先ね、もう一人の。うん。あ、いたか。うん。そう、行くべき。なんか見えなかった。よし、行く。なんか、ボンボンしてるけど、罠があるとか？何？いや、ないないです。そんな。な、罠とかな。ああ、あれ？うん、行ってた。うん。よし。あ、多分ネアがまっすぐ向かったんだね。なるほどな。うんうん。あれ、でもネアじゃない。うん、あ、ネアが釣られたの。あ、ネアが釣られたの。はい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 。ああ、後ろでね。なるほど。ちょっとあっちを、あの人助け、あ、あの、これ直すか。マオさんとやばいよ。そうですね。あ、でもゲージ半分切ってるからな。まっすぐ見えてた。うん、あ、でも この多分今の動き、あ、見方が、うん、それ窓枠とかも窓枠を超えるふりして窓枠の寸前ですって向き変えるとかしたら結構おのぼけり出しますよ。お、ハントレスはその窓枠超える、窓枠に向かって走っていくのを見たら絶対におのを構えるので、はい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 、超えるなって判断して、だから窓枠超えると見せかけてみたいな動きすると結構空振り稼いだします。うん、でもなんかどっか行きはった。まあ、なんか別のとこ行った。いや、あかん、来てるわ。来た道戻ってもいいかも、そこやったら。なるほど。襲ってないように。あ、来てる。ん？ん？あ、でもそれ動き見えてないならその位置から動かない方がいいですね。あ、なるほど。ちょっと、ん？でもなんか視野も聞こえなくて。多分その位置、あの、マップの中央地帯に近いので、うん、おそらくいる限り信号がかなり長時間聞こえ続けるんで、はい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 、檻を見てどっかに行った方がいいと思います。なるほど。これ直すのは結構至難ない。無理ですね、今は。こっち行こう。あの、ハントレスって C4 がない代わりに、まあ、あるんですけど、すごい狭くて、うん、代わりに歌の範囲がすごく広いんですよ。あ、これもう割れとんな。あれ、意外と割れてない。いや、そんなことないな。血の跡見えてるはずやから。あ、ミスった。ミスった。うん、向こうの方行ってしまった。あ、まあまあ、それはしゃあないから、どっちにしろ。うん。多分ルート変えてたとしても斧投げられてるんで。そうか。歌の範囲が広いっていうのを、うんうんうん、あの、ポジティブ方向に捉えない方がいいんですよ。はい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 、あの、そんな力やろみたいな。いや、歌の範囲広いから歌聞こえたけどまだ大丈夫やろっていうんじゃなくて、うん、歌の方に聞こえ広いから歌が聞こえてすぐに離れたら他の鬼より隠れやすいなっていうふうに考えた方がいいです。はい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 、はい、実際ハントレスそれがきつくて。なるほどな。範囲が広いせいで、うん、見に行ったら発電機の周りにもう誰もいなくてクソどこ行ったんだよ。普通の鬼よりも2秒から3秒ぐらい早く聞こえちゃうんですよ、音が。はいはいはい、はい、歌のせいで。そうそう、その分歩いて離れたとしても3秒間早く動けるんで、うん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 、本当にハントレスやってたら分かるんですけど、あの、いないんですよ。はいはい、絶対さっきまでこれ修理してたのにみたいな。ちょっと逃げよう。だから もうちょい鬼に対してビビる動きしてもいいかも。そうか、なるほどな。逆にね、魔王の時はあの鬼に対してビビりすぎて全然ゲームが進まんから、うん、お前もっとビビらんでいいっていう風に教えたんですけど、うん、あ、逆にホルコンさんビビってない動きしすぎかな。大胆すぎるか、そうか。そうね、その、あの、上手い人ってそれを切り替えるんですよ、うん、今いけるタイミングやな、今もっと隠れた方がいいなっていうのを、多分その判断が難しいと思うんで、まだそうね、うん、
どっちか選べるのであれば正直ビビった方がいいです。いやもうふんふん聞こえたら出るわ、特に真ん中はな。そうですね、まだないが、まだゲーム始まったばっかで1回も誰も釣られてないわとか言ったらいいんですけど、2回釣られたとかになったらもうさすがに次で死ぬので、くる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 、相当慎重に動いた方がいいですね。なるほどな、そう、よしよし、離れたから、新鬼今こっちに来て離れたから向こうの方におるってことかね。で、ああ、うん、誰か殴られましたね、左下見たら。あ、ほんまや、見て見えてなかった、ね、共感とかついてたら強いねんけどな。共感がね、ないんだよね、今。そう、これで共感があれば殴られた人の位置分かるんで、ああ、ここかってなって、はいはいはい、あ、じゃあここは大丈夫やな、みたいな。あの、うん、誰かが釣られるか、もしくは、負傷、まあ、共感ついてるときは負傷したりとかしたら、とりあえずダウンしたりとか、はいはいはい。したら、その位置見た方がいいですよ、まず。倒れたり、振って釣られたら場所が見えるので、今みたいに。そうね。そうそう、どこへどこへっていうのを、ちらって確認した方がいいです。で、基本、例えば今とかやったらカメラはもうフォックの方に向けてていいです。ああ。もしまあ来るとしてもあってからやもんね、うん、鬼がまっすぐ、そう後ろから来るわけないんで、うんうんうん、こうなった時はカメラは その方向から、まあせめてよそこからその角度からプラス4マイナス45度ぐらい。バレとるでかいなこいつ体が。あ、間違えた、間違えた、倒さんでいいねって。おぶねー。デイビッドはきついです。うん、あれなんかあれ今とかも板倒したとき後ろ見てた方がいいんですよね、本当はカメラ。はい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 。ちょっとハントレスの時は普通よりも気持ち、あの後ろ見るのを意識したらだいぶ。なるほどな。なんやったらあの斧構えたの見てから振って横左右に動けば避けれるんで斧。うん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 。そうそう、銃弾じゃなくてあのただ斧を結構あの放物線上に投げるので実は見てからも避けれます、距離あれば。なるほど。で5回空振りさせてしまえば向こう鬼ない状態で、しかもハントレスって足遅いんですよ。遠距離攻撃持ってる代わりに足が遅いので、はい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 、はい、だから斧なくなっちゃえばただのドン底おばさんなので全然そんな感じでいたとか、あの窓枠使えば、うん、あそこ窓枠越えるとき足音立てなかったらもしかしたら負けたかも。ああ、そうなんか、そうそう、足音立ててしまうと鬼が あ後ろがみたいな感じで引き返してきたりするんで。なるほどな。そうそうそう、場所を教えてしまうことにもなるので、これもしかして鬼見失ってるかってなったらちょっとダッシュボタンから手を離す動きすると、これでいけたかな。うん、おで、そっからはもうあ歩いて とにかく離れた方がいいですね。なるほどな。見になったかもって思ったらできれば近くの手近にある木とか岩とか、あとそのトラックとか、あ、向こう行った、うん、に歩いて、そう距離離した方がいいです。じゃあ、これ直すか。うん、オッケー。あ、みんな生きてるし、よしよし、オッケーオッケー。しかもこれもうちょっと直せる、頑張ろう。うん、おー、いいね、よし。あ、ちなみにアイテムってゲージミリでも残ってたら持って返せるので、うん、使っていいですよ、それ。あ、そうか、うん、よっしゃ、オッケー。通電、あそこと、あそこ、あっち行こうか。うん、近いし。そう、まあノーワンだけ警戒して、それなんやったら、うん、あのゲート開けて1200点ぐらいのポイントが欲しいとかいうわけじゃなかったら仲間に開けてもらってって言ってもありますよ。見とくべき、これ開けちゃう。あ、まあ、切られてるし開けちゃうか。うん、あ、そうですね、もうその情報があるのなら全然やっていいです。うん、なんやったら切られてしまった場合は早く開けてあげないと切られた人がこっちに助けを求めてくる可能性があるんで。そうだね、こっち来た時まだ開いてないですってなったらもうその人は終わりなので。OKOK。 そっか、ノーワンもなしやな、一回切られて。いや、斧当てられた可能性があるんですよ。うん、ああ、そっか、ノーワンってメイン攻撃にしかあのそうかつかないので。もう出ちゃう、出ちゃうよいいでしょう。出入りやってないけど出ちゃうよ。あの、うん、ゲートギリギリのところで待って、はいはい、殴られてあげて、うん、っていうの時間稼ぎになるので。はい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 、はい、そう。鬼が自分に対して引きつけてる間にみんなに行動してもらうみたいな。なるほど。この辺でいいかな。1人出たし、うん、まあ現状こっちパークで仲間助けに行くのもちょっと厳しいとで出ちゃっていいんじゃないかな。うん、出ちゃおうかな。向こうも空いてんね。そうそう、うん、あそこ向こうも空いてるから、そっかそっか。な、一人出たもんね、向こうから。なんやったら今ネアと二人が出てあげたらハッチも開くんで。ああ、そっかそっか。じゃあもう残りはハッチ開けてあげるっていう手も、うん、のもあって。出入り全然消化できずやけどまあ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 、さっさと助けに行ってもいいと。うん、そやな、もっと助けに行こう。あれなんか、あれも3人やな、なんなんあれ、あれなんや、
何やろ、何やろな、お化けが怖っ俺これ動画化しようとやつ、お化けが出たとか言ってお化けがおる。もう次のゲームに行っても、その次のゲームに行っても、誰か一人事前にシュッと落ちてこいつが入ってくる、うん、そう、怖っここにおらんもんな、普通に怖いな、ホラーゲームになってしまったな完全本物の表示バグとかなんかな、なんなんやろな、なんやろ、あんまりないな、うん、あんまり見ないけど、試合開始中に落ちた人がいた場合、開始前に生存者が補充され、その人のリザルトは表示されない。ああ、なるほどね。なるほどな。だから、やっぱ。そんな仕様ないよ。うん、え、な、ない、あい、あれ ないっすよ、そんな仕様。え、変わったの、うん、あ、点々の人は1位にいたか。ああ、そうか。少なくとも僕がやってる限り、そんな仕様ないっすね。